今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラム、今日はタイプ Q の本能のサブタイプ編アイデンティティアイデンティティアイデンティティっていう言葉をやたら書きました。へえ。っていうのは、うん、この今日もですね、このエニアグラム実践編と、うんうん、エニアグラムでパートナー探しを参考に書いてるんですけども、うんうん、タイプ Q というのは、うん、まあ、よく紹介されるのはなんか平穏無事でありたい人って書かれてたり、うん、平和をもたらす人って書かれてるんですけども、うんうん、タイプ Q は調和して生きていたい、うん、他人と交わりたい、うん、対立を避けたいっていう欲求に突き動かされていますと、うんうんうん、エニアグラムの全タイムの中で最も他のタイプと同化しやすい人たちです、うんうん、まあ、この動画でもよく、うん、タイプ6は頑張ってそれになろうとする、うんうん、タイプ Q は受け入れるっていう話をよくするんですけども、うん、っていうタイプ Q、うんうん、このタイプなんで、その基本は同化する人とのつながりが必要なんですよっていうタイプ Q、うん、なぜまあそういうふうになっていったかというと、うん、その、まあ、こちら実践編なんですが、うん、多くのタイプ Q はその、まあ、子供時代に幸せだったっていう話をよくするけども、うん、実はそうじゃない場合があっても、うん、そうだって答える、うん、これなぜかというと、うん、例えば家族の中に確執があるときは平和をもたらす人、うん、調停者の役割を担うことで対処する、うん、でまたはその家族の中で調和を保つ最良な方法は姿を消すっていう手法で誰にも迷惑をかけないっていうことで調和が保たれるっていうことを学んだんです、うん、なんで同化するっていうことで、ま、学んだよと。自分のニーズを持つ、自分を主張するっていうことは姿を消して調和を保った人にとってそれは良くないこと、こう乱してしまうかもしれないっていう恐れがあるんですかね、うんうんうん、なのでその自分が自立して自己を実現するっていうことを学びませんでした、うんうん、みたいなことが書かれています、うん、でこれがそのいつもやる自己保存、はい、物とか環境にっていうタイプになるか、うんうん、対人、うん、人と、うんうん、まあ、セクシャルっていうこともあります、うん、あとは社会ソーシャルになっていくと、じゃあどんな違いがあるのかっていう話なんですけども、この自己保存、これ快適さを求める食欲なんてキーワードが挙げられていたんですけども、こういう人たちはまあ気楽で好感が持て人生に多くを求めないっていうのが書かれていてですね、例えばその最寄りのファーストフード、お気に入りのテレビの再放送とか、手に入りやすいシンプルなものでもう楽しむっていう人たちですと、うんうん、なのでその才能があっても待望を抱きませんと、うん、自分の主張することを、うん、しない、あまりしない、うん、でそのなかなか自分が一回持ったもの、うん、快適なものを手に入れると、うん、それを捨てるのが難しい、変えたくない、変えたくないっていうのがあって、なんでそのそういった自分の好きなものに囲まれている中で、うん、それ好きなことを、うん、儀式とも言うんでしょうかを、うん、妨げられると、うん、今度はちょっと不安になっていくんですね、うん、で不安になっていくと、うん、例えばそのルーティンワークとか不安なんですかねっていうのは、まあ不安というか憤、うんうん、りっていう表現かもしれません、うん、はい、それは分かる気がします、はい、まあこの本には一応不安っていう言葉が書いてあったんですけど、うんうんうん、でその例えばそうなっていくと、例えばルーティンワークとか、うん、細々としたこと、細々と、すいません、ね、細々と細々としたことにかまけて、うん、そういった不安とか、うん、妨げに対処しますよと、うん、っていうのは大きなプロジェクトとか、うん、真の追求っていうのは、うん、しないんですね、うん、で代わりにそういった小さな手に入りやすいご褒美に惹かれるようになります、うんうん、ただそれは真のニーズではないっていう抑圧は感じているんですね、うん、なんかこの大きなプロジェクトとか、はい、大きなことをするのって労力がすごい必要じゃないですか、はい、そうですね、うん、はい、でそれがそこのストレスがあるんですよね、きっと、はい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 、
で、だけどこうサボってるのも自分としてはちょっとみたいなところもあるから、はい、とりあえず小さなことやって満足しない的なっていうのなんですかね、うん、っていうので、そのまあ例えば無気力、うん、自己軽視によって、うん、まあ本当のニーズに対して自分を動かすのが難しくなっていくよと、うんうん、って言って、まあ一番下で食欲って挙げたのは、うん、そういった不安ってまあ書いてあったんですけど、うんうんうん、まあ、そういったまあできてないっていうことに対する怒りを抑えるために旺盛な食欲とか思考に持つようになってっていう落ち込んでいくと。でまた人が何かしてよやってよっていうことに対しては頑なに黙ることで人に抵抗すると、あのまあ病的なニートというんでしょう、もうこもって動かない。なんかこの9の人、この人たちって僕も9ですけど、はい、まあ、人のとのつながりが大切なんですよ。本当は本当はというか大切だと思ってて、はい、でこの抵抗なんですよね。私あなたと切れましたよ的な、あ、怒りの表明なんですね。怒りの表明がこう直接的じゃなくて、そういう、 こう遠回しに、まあ、あなたのこと知りませんよっていう抵抗なんですよ。こう黙って何も言わないっていうのはそういう抵抗なんですね。なのでそういうアピールをしてるんですよ。いいんですかこのまま私と切れて。そういうコントロールの仕方なんですね。そう、そういう、なのでこう完全に自分の世界に引きこもってしまうっていうよりは、多分そういうアピールなんです。なんでその初めにアイデンティティって言ったのも、うん、要はその自分の評価が低いことから、うん、まあ、できないで動かない、うんうん、で自分のアイデンティティから離れていく、うん、っていうので、うん、まあ、それを手放しましょう、手放すことで、うん、このタイプ9の統合の方向はタイプ3なのでですもんね、はい、そう、目標を立ててきちんと行動していきましょうみたいな。で、まあ、うん、こういうのを捨てることで自然にそうなっていくよっていうことなんですよね、うん、姿が、うん、まあ、要はこう自分のやりたいことがある、本当は、はい、あるけどそれをこう押し殺してしまう、はい、っていうのはこう自分の快適さをみたいなのもあるし、はい、こう人との葛藤を避けるために、はい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 、みたいなところも誰かと競争しなきゃいけなかったりするじゃないですか。何か大きなプロジェクトに入って、そうですね、何かこう達成しようみたいな時に、はい、こう誰かを戦って勝たなければいけな い, みたいな、はいはい、そうするとそこでこう葛藤が生まれたりするのも、和を乱すのは良くない、良くない、和を乱すというかこう葛藤が生まれるのが嫌なんですよね。この今和を乱すの良くないは私、うん、タイプ6の、そうそう、タイプ6の感じですね。これはバランスを取ってみたいな感じじゃなくて、はい、タイプ9的にはこう争い事がの種は嫌なんですよ。だからちょっとだけ違い、同じようでちょっと違いますね、うんうんうん、はい、でまあ人とのつながりが大切みたいなのも6も大切じゃないですか、ね、6は大切ですね、うん、はい、で、まあ、9も大切なんですよね、はい、なので、まあ、9の人はいろいろこう我慢して自分のアイデンティティがなくなってしまうので、はい、手放しましょう、手放しましょう、うん、っていうことですよね、はい、でも本当は好きなことは、自分がやりたいこと、大切にしたいことっていうのは、うん、本当はニーズはある、ある、そう、ただそこを突き通すと争い事の種になるんじゃないかっていうのが、うん、まあ、多分この辺ですよね、はいはい、はい、なのでこう争い事が起きない今の状態を維持しようみたいなところをこう思ってる、多分自己保存の人たちは特に。でそれがこのタイプ9の統合の方向は3、うん、3なので、うん、あの先を見て目標を立てて、うん、そう、走り出すっていう目標に向かってちゃんと行動するみたいな、はい、っていうのが、まあ、うん、こういったこだわりを手放していくことで、うんうん、そっちに自然になっていくって話ですよね。自然になっていくし、まあ、そこを意識すればいいのかなっていう、やりたいことを、やりたいことなんだからやりたいことに向かって、ああそう、まあ、なるほど、うん、っていう、はい、まあ、対人、まあ、セクシャル、うん、ここで書かれていたのが、融合、うん、一体っていうことが書かれていました、うん、恋人、うん、家族、うん、友人、良き指導者、うん、自然神、うん、といったものとの一体感が好きだと、うんうんうん、完全なパートナーシップを求め、うん、自分の人生よりも私たちの人生、うんうん、として相手との融合を求めますと、うん、なんでその相手のエネルギッシュな資質を取り込もうと、うん、
アグレッシブなタイプによく惹かれますよと、うん、書かれていたのは他のタイプ Q よりもちょっと気が強いっていうことが書かれていました、うんうん、相手への賛辞はもう自分への賛辞ですと、うんうん、イコール侮辱や失望についても同じ自分への言ってることと一緒だよと。8っぽいですねちょっとだけで、なんでその相手のことが主な関心事になるため、うん、そこがアイデンティティの軸になるんですね、うんうん、相手のことがアイデンティティの軸になりますよ、うんうんうん、なので自分の自立心を育てることからちょっと離れていくと、うんうん、なんでその非現実的な救われるっていう空想とか、うん、例えばシンデレラコンプレックスとか、うんうん、いつか素敵な王子様が現れるみたいな、うんうん、そういった愛する人への執着など、うん、現実からの乖離、うん、自分の核っていうのが欠如していきますよと。なんでここは健全度の低いタイプ4のようだというふうに書かれていました、うんうん、まあこういった人へのまあなんか違う本によるとまあ限りなく広がる一人の時間を持つときに自分の感情をよく味わえるようになるよと、離れましょうみたいなことがちょっと書かれていました、うんうんうん、隊長なんかご自身のことをなんかセクシャルだっていうようなことをおっしゃってたんですけどどうですか？僕多分ソーシャル。なるほど。で自己保存が欠落してる。なるほど。ルーソーシャルでこうあんまりピンとは来ない。ピンとは来ない。うん。どうなんですかね。融合一体感そんなに求めてない。なるほど。うん、ので多分ここでもないのかな。これを見る限りここではないの気はしますね。じゃあちょっと一旦じゃあセクシャルの方で、うんはい、あのセクシャルソーシャルの方でソーシャルっていうのは、まあ、幸せな一つの家族、うん、参加不参加っていうのが書いてありました、うんうん、でこの人たちは、まあ、人々を結びつけ、うんうん、平和をもたらすことに関心があると、うんうん、人との関わり、うんうん、物事との関わり、うん、との一部であることを望みますよ、うんうんうん、人生の目的の追求、うん、自分の時間の組織化調和した生き方っていうのを見極めるためにグループに参加したり作ったりしますっていうふうに書いてあります。ただその多くのエネルギーはあって活動的にあり続けたいんですけども自分に大きな期待がかかることは好まない、自分ができることは明確にしておきたいっていうのがあってっていうのがあるからなのかな。なのでグループの内輪には入らずに周辺にいることが多いよと、うん、なんで内部で争いが巻き起こったりするのに巻き込まれたくないっていう思いからなんでしょうかね、うんうん、っていうなんでここに出てくるのがなんでそういった時に人との仲を取り持ったり、うん、意見をまとめるっていう能力は非常に高いと、うん、いうふうに書かれています。うん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 な感じです。そんなうんうんな感じですただその所属するそういったグループとかの中でいっぱい期待に応えていく中で今度はアイデンティティを失っていってですね、要はその自分やりたい自分ではないっていうこととかそのグループの添え物になってしまっているっていうことにまあ不安とかっていう表現が書かれていました。っていった中でその様々な人、うん、グループを喜ばせようとして、うん、散漫になることがあるよと、うんうん、タイプ7のようにと、うん、た中でそのただ、まあ、タイプ9、うん、よくあの囚われの方向で怠惰なんて言われるんですけども、うん、その意思を持って、うん、まあ、自分が好きなことじゃないからなんでしょうけども最後までやり通すことが難しいと、うんうんっていうことと、あとはもうその自分が成長していないって感じることで、うん、まあ諦めてしまう、うん、っていうようなことが書かれていました、うん、こんな感じですよね多分僕は。なるほど、うん、ソーシャル、ソーシャルで、なんか私が読んだ本だと、うん、なんかその人との相性っていうのは、うんうん、このタイプ別で相性っていうのは特にあまりないと、うん、いい悪いっていうのは、うん、まあ健全度が低い高い低いで合わない時はあるかもしれないけど、うんうん、ただその合う合わないだと、うん、この
ソーシャル、セクシャル、うん、自己保存が一致していると、うん、その人との相性は、良いのではみたいなことが書かれていました、うんうんうん、その辺はありますよね。なんとなく私もというかよく書かれてますというか出てます。なるほど、うん、だと私もソーシャルだと感じているので、うんうんうん、なんとなくこの動画が70本も続いているのかもしれません。結構続いてますね、はい、でこのタイプ Q の話で言うと、うん、なんか書きながら思ったのは、うん、その自分がやりたいことを見つけていないんですかね、うん、自分がタイプ Q の人が、タイプ Q の人、タイプ Q ってなんか一番自分がないってよく言われますよ、うん、でなんかまあこうやって呼んでてなんか人に合わせる、うん、何でもいい私は構いません、うん、っていうこととか、うん、その穏便に済ませようとするっていうところがある、うんうん、穏便に済ませようとするところはあります。争い事が起こらないように、起こらないように、うん、自分が我慢すれば済むことは我慢しようぞ。でもこれ、うん、一番怒りを抱えている、一番怒りを抱えているとも言われてますよね、うん、ただそれは一番離れているとも書かれていますよね。そう、一番怒りっていう感情に対して一番良くないって思ってるんですよ多分。一番怒りが強いがゆえに、だからこう無意識にこう殺そうとして一番こう怒りから遠い行動をする。タイプ Q の、まあうん、怒りの表明っていうのは、うんうん、何もしない、何もしない表明の仕方。そうですね、有利タイプなんで。ただ時々爆発する。そうですね、うん、とは書かれています。はい、だから溜めて溜めて爆発するんで、普段はだから怒った時には多分何もしないっていう抵抗をするんですよ。はい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 、うん、怒りが来た時には無視するとか、もう口聞かないとか、はいはい、放置するとか書かれています、うん、そので今度は持ち出されれば持ち出すほど、うん、私はそれをしたくなくなりますと、うん、っていう感じはなんとなくわかる。わかる。持ち出されればっていうと、やりなさい、やりなさい、うん、やりなさい、やりなさい、やってよ、やってよ。わかる。わかるっていうか、まあこっちの気分ですけどね。やりたくないって抵抗するじゃないですか。はい。でそこでこう輪をかけてやれやれって言われると、はい、余計にやりたくなくなる。その辺の感覚はちょっと私にはちょっと分からなくてですね、うん、でそういった本能的な最終的には激怒になりますよと、うん、というタイプ Q がですね、うん、まあ、強みを生かすには並外れて人を受け入れる力がありますよと、うんうん、で書かれているのは、タイプ Q はつながりを失うことへの自らの根源的な恐れに直面して、うん、その自分がそういった世界と関わることは重要ではないっていう、うん、いや離れている有利タイプなんで、うんうんうん、っていう思い込みから、いや違うんだよと、君は立ち去ることじゃなくて関わってくれ、うん、っていうことで、うん、あなたの本当の才能を発揮することができます、うんうん、っていうふうに書かれている、うん、いや有利タイプっていう人、うん、有利タイプ、有利タイプは、はいはい、その立ち去ることで、うん、その争い事を避けたり、うんうん、場をコントロールしようと、うんうん、しますね、するんですよね、うん、多分、うんうん、っていうのは、うん、離れるんじゃなくて、うん、待ってくれと主張してくれとそう、まあ、なので Q に限らず有利の人は、はい、主張した方がいいですよ。で僕が今回ね、このここで書きながら、うん、まあ私いつもここに来てですね、うん、まあ音楽がかかってるんですけど、うん、で回って書きながら、うん、たまたま今日かかっていたのが日本の邦楽だったんです、うんうん、で隊長に僕この日本語の歌が流れていると、うん、そっちに意識が引っ張られるので、うん、音楽変えますねって言って勝手にパパってその、うん、アレクサに変えてもらったんですね、うん、で変えてもらってこうやって変えてる時に、うん、あれ隊長これもしかして怒ってんじゃねえかって勝手にその自分のね快適なワールドを作り上げた中でここで仕事をしている時にこの空気読んでるふりのタイプ6が来て、音楽変えますねって言ってシューって変えて、
しまった体調は怒っている、うん、怒ってないです。よかったです、うん、まあでも怒ることも多分そういうのでイラッとすることはあるのかな。どうすればいいんですかね、そのタイプ Q の人と付き合うときに、うんうん、注意する点っていうんでしょう。あ、まあ、別に変えていいって聞けば、で僕は変えていいって聞いて、うん、一応聞きましたよね、うん、いいですよって言われて変えたんですけども、うん、なんかいや受け入れたけども、受け入れてないときはなんか受け入れてない空気が出てますね。で僕としては変えていいですか、うん、僕でも今この歌好きなんで流しておいてください、うんって言われれば全然低いんですよ。融和タイプですから、うん、空気を乱すのは良くないって思ってるので、分かりましたって言うんですけど、多分変えてもいいですか、今のこの曲を聴いてて、はい、すっごい聴きたい、はい、変えてもいいですかって言われた時にいいですよって多分言うと思うんですよね。いいですよ急的に。でなるほど、多分それはでも無意識にいいですよって出てしまう。でこの人が本当にいいかどうかをなんか知りたいわけですよね。そうで僕はそこで別にダメですって言われたら全然嫌な気分はしないんですよ、うん、あ、分かりました分かりました、うんうん、で逆に嫌な気分でいられる方が和を乱してしまうので、うんうん、だから急的にはちゃんと嫌なら嫌って言いましょうなんですよね。そうなんです、言ってくださいなんですよ。急、はい、の人にアドバイスするとすると、はい、ちゃんとそこは、まあ、嫌なら嫌って言いましょう。言ってください、もう。で、怒りを溜め込むのは。ただ、こう、Q の人言わないんで、そうやって言っても。はいはいはい、はい。で、周りの人に対するアドバイスとしては、はい、ちょっと察知をする。あの、多分、言い方が違うと思うんですよね。難しい。難しい。書いてもいいですかって言ったときに、はい、何でもないときは、あ、いいですよ、みたいな感じだったのが、はい、ああ、いいですよみたいな。分かるかな、その微妙。今はちょっと分かりやすかったんですけど。っていう、あ、なんかちょっとまずかったかなみたいな。だから旧の人言ってください、言ってください。まあ言ってくださいねっていうのが、あ、もうじゃあ言いませんに言いませんになるんですか、ね。言いませんになるっていうか、このこういった反応ってなんか落ちてる時の無意識の反応なので。なるほど。こう意識してる時はちゃんと言うんですよ。はいはいはい、はい。健全度高い時とか。はいはいはい、ただそう出ない時があるのはこう落ちてたりとかする時なんで、はい、ちょっと意識からこう外れてたりとか、なるほど、でそこにこう揉めないようにとかっていう話じゃないですか、嫌な気分をさせないようにとか、はい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 、なのでなかなか難しい。多分 Q だけじゃなくて他のタイプも、でもまあアドラーが言うように、そう、ね、不安を、基本人間関係ですからね、この世の中不安を手放しましょうって言っても難しいのと同じように永遠のテーマですなので、まあ、調子がいい時にはちゃんと言えるけど、うん、こう落ちてくるとふっとこう引っ込んでしまうみたいなところがあるので、はい、なかなか難しいですよね。でもと、うん、まあ、何回も言いますけど、うん、統合の方向は自己主張する、うん、3の方向ですもんね。そう、自己主張なんで、はい、9の人はもうどんどん自己主張っていう、やりたいことは言う、やるっていうことですよね、うん、はい、っていうそんな感じですかね。ところで僕も Q の説明はよくできないです溶け込んでしまっているので溶け込ん、自分自身のことなんで、なんか、はい、なんでこうなってるのかもういまいち分かんないじゃないですか。確かにこう他の人の方、他のタイプのことの方が客観的に見れてるんで、外から見てる、外から客観的に見てるんで客観的に説明しやすい、はい、はいはいはい、けどこう中に入るとなんかなんて言ったらいいんだろうみたいな感じですね。一番なんか離れているって書かれてますもんね、うんうん、タイプ Q は自分自身から一番離れているって、うんうん、そう、はい、分かりにくい、何でもいいってよく出てくるんですよ。どれでもいい何食べてるのか、いいはずがない、いいはずがないでもいいこともある、はいはいはい、何かご飯何が食べたいのかとか、まあ別に何でもいいよ、ね、うん、何でもいいよっていうのがよくあって、何でもいいのが一番困るみたいなっていうやつもいますよね言うやつって言っちゃうそれを言われても困るんですよね、何でもいいんだからっていう。なるほど、そうで、ただ一番影響もされやすい、なんか6の人は空気を読んで、みんなラーメンって言うんだったらラーメンみたいな、空気を読んでラーメンだったりするじゃないですか。そうですね、嫌だ、嫌だ、いいねって言いますよ、うん、はい、9の人は
ラーメン食いたそうにみんながしてたらラーメン食べたくなってくるみたいな影響されやすいみたいな、なるほど、うん、そういう影響されやすいところがどんどん入ってくる。まあ全然さ、うん、悪くない、悪くない、あけども、うん、本当に好きな自分からは、うん、本当に好きなものからはやっぱ離れてしまうかもしれないですよね。無意識に、そうそうそう、無意識に、そうなので難しいんですよね。この辺も好きでやってたりする部分だったりしますからね、まあ、結局はこの人たちの生存本能なので、うん、こうしていけば生きていけるっていう、うん、そう、自分の決められたルールをこう、はい、沿っていけば安心安全みたいなことを思ってたりする、はい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 、で変えたくないみたいな、はい、うん、を無意識にやってしまっているから、うん、その意識して意識してっていうところですね、うん、そんな感じですかね。偉そうにすいません偉そうにすいませんいえいえいえ、はい、っていうところで、うん、ミッションクリアでございます、ね、エニアグラム、エニアグラム今まで、うん、まあ、タイプ1から9の説明、うんうん、概要をして、うん、今度は本能のサブタイプの話をしました、うんうん、このまた1から9までの説明をまたちょっと違う形で、うん、タイプ1の話、うん、タイプ2の話でできるといいなと思っているので、うんうんうん、よりもちょっと深めていけるように、うん、まあ、なんか考えるのが一番面白いのかなっていう。そうですね、うん、はい、タイプ9の人はどんなことを考えてるんだろうとか、はいはい、タイプ1の人は何を考えてるんだろうみたいなのをこう考えつつ、タイプ9は確かにちょっと分からないかもしれない、分かりにくい、はい、うん、自分自身も分かりにくい。そうですね、うん、なんでタイプ9ですっておっしゃるんですけど、うんうん、よく分からないです、うん、本当にゆるタイプなのかなとか、あ、まあ、楽観タイプだなっていうのは、うんうん、確かになんとなく分かるんですけど、うんうんうん、有利ですって言われると普段は全然感じないです、うん、はい、僕もだからなんか本当に9かなって思うことはまあ一番分かりにくいタイプ、分かりにくい、はい、うん、でもやっぱ考えると9なんだろうなっていうところに行き着くんですけ ど、 なるほど、ふとしたことに9なのかなってよく思います。はい、やっぱ日々勉強ですね、うん、はい、というところで今日ミッションクリアでございます、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。